アフターホークスというわけで、6月7日、6月8日、6月9日の対横浜 DeNA ベイスターズとの3連戦、こちらを振り返りたいなと思います。まず6月7日の試合ですね。結果10対1でソフトバンクの勝利となりました。この日の先発ですね、モイネロ投手、さらに DeNA が森唯人投手、かつてソフトバンクの勝利の方程式を担ってましたお二人がなんと先発ということで、非常に熱い試合になりましたね。試合展開的にですね、序盤に森唯人投手が捕まってしまいまして、3回途中で降板してしまい、その後もワンサイドゲームにはなってしまったんですけれども、非常に胸熱な試合になりました。そしてモイネロ投手ですね、プロ初安打を放ちまして、レフトに綺麗なヒット放ちましたね。一塁ベース上でめちゃくちゃ嬉しそうにしてましたね。先ほど申し上げたんですけど、この日は打線もつながりまして、計10得点、久しぶりにスタメン復帰されました周東選手も2安打マルチ安打ということで、計10対1で大勝となりました。続いて6月8日の試合なんですけれども、結果5対3でソフトバンクの勝利となりました。この試合はですね、私現地の方で観戦させていただきました。試合展開的に終盤にもつれていた試合になりましたね。序盤中盤はですね、甲斐選手のタイムリーの1点のみでロースコアで試合が進んでいったんですけれども、7回表にですね、代打峰井選手、古巣 DeNA 相手に代打ツーランホームラン、貴重な追加点でしたね。やっぱり DeNA ファンからも拍手だったりとか歓声が湧き上がって、球場も盛り上がった一打となりました。その峰井選手のホームランでですね、3対0とリードは広げたんですけれども、8回裏にですね、デッドボールとエラーでノーアウトランナー1、2塁となりまして、ここで好調3番オースティン選手、初球でしたね、左中間へ同点スリーランホームラン。いや、もう球場内はもう360度もうおせおせムードといいますか、正直展開的にもこれはまずいんじゃないかという、そんな空気がね漂ってましたね。もうホームラン打った瞬間は地鳴りがするぐらいのもう歓声といいますか、正直圧倒されましたね。そんな展開だったんですけれども、9回表ですね、川瀬選手の一塁強襲ヒットから始まりまして、山宮選手の勝ち越しタイムリー、さらには佐藤直樹選手の追加点となるタイムリーが出まして、5対3で勝利となりました。いいですね。やっぱり追いつかれてもなかなか簡単には負けない、やっぱり今年のホークスの強さ存分に出た試合なのではないかなと思います。続いて6月9日の試合なんですけれども、結果8対5で DeNA の勝利となりました。初回ですね、アウトカウントの違いはあったんですけど、両チームとも満塁のチャンス作りまして、ホークスの方はその満塁のチャンス活かせず無得点だったんですけれども、 DeNA の方がですね、4番牧選手がレフトスタンドへ飛び込む満塁ホームラン、 DeNA が幸先よく4点を先制しましたね。先発ソフトバンク和田投手だったんですけれども、和田投手にしてはちょっと珍しい立ち上がりといいますか、試合の入りだったのかなという印象ですね。ソフトバンクもですね、4回7回に点を奪いまして追い上げるんですけれども、筒香選手のダメ押しと言ってもいいスリーランホームラン、このホームランでですね、筒香選手 NPB 通算1000安打というインパクトも含めて、ソフトバンクからするとダメージが大きかったスリーランホームランとなってしまいましたね。8回9回も追い上げはするんですけれども、そのまま8対5で試合終了となってしまいました。負けてしまったんですけれども、この日ですね、なんとルーキーの大山投手が一軍昇格されまして、プロ初登板ということで、いやー、大山投手ナイスピッチングでしたね。1イニングだけのリリーフ登板ではあったんですけれども、球種の豊富さといいますか、あとマウンドでの堂々たる姿といいますか、とてもルーキーとは思えぬ非常にナイスピッチングでしたね。というわけで、横浜 DeNA ベイスターズとの3連戦トータル2勝1敗で勝ち越しとなりました。交流戦首位のイーグルスが調子いいのでね、このまま勝ち越しで、あとヤクルトスワローズと阪神タイガース
ースの2チーム残ってますので、まあ、こちらも勝ち越しでなんとかイーグルスに食いついて交流戦優勝を目指して頑張っていただきたいなと思います。本日のアフターホークスは以上になります。この動画が少しでもいいなと思っていただいた方はグッドボタン、さらにはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。